はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。今日一番目についたというか、昨日の夜私読んでたんですけども、現代ビジネスとい う, 私も時々記事を書きます。そこの記事、そこの出ている記事ですね、近藤大輔さんという方がお書きになっている、10月29日、米副大統領の中国共産党激烈批判に習近平政権はどう反論したかという記事でございますね。これを見てますとですね、この前あれですね、遠藤誉さんの記事で動画1本上げましたけども、またちょっと違う見方が出てきて面白いなと思いました。でここでですね、私一番面白いと思ったのは、中国がですねどう反応したかっていうことを書いてあるんですけども、ペンスさんという方、今副大統領ですけども、もしかしたらですね、トランプさんが今ウクライナ疑惑で弾劾を受けるかもしれないという状況ですよね。でもしかしたらですね、そのペンス副大統領が大統領になるという可能性がゼロではなくなってきたんです。まあかなり確率は低いと思うんですけどね。今下院で弾劾の調査をするという決議が出まして、次上院に行ったらですね、上院の3分の2で、が反省しないと弾劾決議って可決されないわけですね。で過去に弾劾決議って可決されたことって多分一度もなかったと思うんですよ。ニクソンさんはですね、弾劾の決議が可決する寸前で自分から辞めました。まあ、トランプさんどうするか知りませんけども、まあ決議議決にかけられればですね、3分の2って言いますと、上院議員、共和党の上院議員が20人ぐらい裏切らないと、裏切ってですね、賛成に回らないといけないそうなんですけども、可能性はゼロじゃないって。でも僕は97% ぐらいは多分弾劾されないと思うんですが、でも、ちらっと出てきたわけですよ、ペンス大統領の。で、この前、遠藤誉さんのところでも言いましたけども、お前ら気に入らんというのはいっぱい言ってるわけですね、中国に対して。俺らのせいでお前ら経済成長したのに、貿易赤字ばっかり作りやがってこの野郎みたいな。で、香港やウイグルやチベットでやってることも気に入らないと。香港については支援していくと。台湾は守るんだと。いう明快なですね、もう中国を嫌がりそうなことをですね、総ざらいで言ってのけてるような演説がですね、24日、これは私ウィルソンセンターだと思ってたんですけど、主催したのが著名シンクタンクのウッドロー・ウィルソンセンターであって、場所はワシントン DC のコンラッドホテルっていうところだそうですね。10月24日昼ですね。これ多分ですね、去年の演説と合わせてですね、歴史に残る演説になったと思います。だからこれこんなにいろんなところで取り上げられてるんでしょうね。アメリカだともっとやってると思います。かつて冷戦が始まった時にチャーチルが、鉄のカーテンという有名な演説をして、冷戦開戦のファンファーレを鳴らしましたけどもですね、多分今回の中国とのあれですね、冷戦の始まりは去年のペンスさんの確か6月頃の演説だったと思いますね。昨年10月4日、すいません、間違えました。昨年10月4日に、やはりワシントンの著名シンクタンクであるハドソン研究所の主体で、41分にわたって中国批判の演説をぶったことだというふうに、この近藤大輔さんの記事にはありました。多分これが歴史に残る第一発目の演説で、先日の10月24日の演説も、これ第2発目ということで、どっちが重要かって言われると、多分1回目の方が歴史には残ると思いますね。でも今回のも負けず劣らず、激烈なことを言ってますから、その中身に関しては後々歴史家さんたちがですね、いろいろと研究する対象になろうかと思います。で、さっき申し上げました通り、近藤大輔さんがね、何を言ってるかと言いますと、このペンさんが最後に中国にちょっと妥協するような、貿易はやろうぜみたいな話し合いを続けるんだよと、で今度首脳会談で妥結しようぜってみたいなことをちょろっと言ってるのは、自分がもしも大統領になった時に対中強硬策ばっかり並べ立てていては非常にやりにくくなる。
いずれあの習近平さんとね、差しの会談もしなきゃいけないわけですね、アメリカの大統領になると。でプラスですね、その任期が切れたらですね、大統領選挙にも臨まなきゃいけないわけなんですね。なんであの妥協の余地というものは残しておきたいんだろうというふうにこの近藤大輔さんの記事では解釈をしています。で面白いなと思ったのは、中国にとってアメリカの大統領は誰だったら一番都合がいいんだという話ですね。で今トランプさんで、トランプ政権になってから顕著にですね、アメリカと中国は対立するようになりました。しかしその目はですね、あのオバマ政権の時からありました。オバマさんと習近平さんが散々話し合ったんですけども、まあ、習近平さんはなかなかいいこと言わないし、言ったことは守らないわけですね。あの南シナ海の島々は軍事化しない、軍事機化しないと言ってんのにやっちゃったりとかですね、まあまあいろんなところで、まあ割り変わりやすく言うと、習近平さんは約束を守らなかった、言ったことは本当ではなかったということが次々に分かってですね、オバマさんも最後の方は切れてましたね、この野郎と思ってましたね、習近平さんに対して。でそれを引き継いだのがトランプさんで、でただトランプさんってね、どう言いましょう、理念でおっしゃってるわけじゃないですよ。あの中国とアメリカをビジネスという観点で見た場合、中国ずるいことして儲けやがってって、いっぱい俺たちから金持っていきやがってって、俺たちの投資で、ね、成長したくせにって、自分たちだけ得してんじゃねえかと、まあ、それが簡単に言えばトランプさんのポーズというか考え方であって、あのトランプさんの口からですね、あの自由と民主主義なんていう言葉は私聞いたことないですね。それはおっしゃってるのかもしれないですけど、自由と民主主義でそのやってることが気に入らんとか、ウイグルがどうのこうのとかっていうのは聞いたことないですね。ただ台湾を擁護するような発言をたびたびなさってますね、トランプさんは。その台湾を擁護するのが、自由と民主主義だからということではなくて、武器たくさん買ってくれるかとか、武器を売る先であるみたいな、まあ本当にそのビジネス臭さがこうポンポンしているのはトランプさんでございまして、これに対してペンスさんってのはどういう方かっていうと、トランプさんはビジネスマンなのに対して、ペンスさんは根っからの政治家ですね。だから政治家としてその中国という存在があの世界の秩序にちょっとよろしくないということを淡々とですね述べて、で、中国が経済的に成長していくということも好ましくないし、今後世界を支配するというのも好ましくないが、アメリカはそれに対して当然のごとく対応していくし、自由と民主主義の観点から台湾や香港やウイグルやあるいはチベットには寄り添っていくんだよと、中国共産党の支配する中国というものに対してアメリカはそれがない世界、ない中国の方がいいと思ってるんだよということをしっかりとお考えを述べていらっしゃる。でもまあ、一応保守の政治家ですから、そのどう言いましょうね、観念先行ではなくって一個一個淡々とやっていくんだぜみたいなことをおっしゃるわけですね。で今民主党でですね、にわかに注目されてきたエリザベス・ウォーレン上院議員、大統領候補選挙で、ややトップかなっていう、行きそうかなっていう感じが出てきました。まあ分かりませんけどね、来年の11月まで、決まるのは来年の8月頃ですか、それまで、まあ、民主党の中の大統領選挙、予備選挙っていうのをやるわけですけども、仮にそのウォーレンさんが大統領になった場合どうなるかと言いますと、これは民主党のですね、あのリベラル派って言って、まあ、日本で言えば左翼みたいなもんでして、要は理想主義できますから、ああいう人方だって、まあ、自由と民主主義なんですよ。だから中国が人民を抑圧してるっていうことに対して、それ自体が気に入らないと、それを改善しようぜみたいなことを言い出したらですね、中国にとっては一番厄介なんですね。一番厄介、まあそればっかりは絶対改善できないわけです。トランプさんの言ってることはね、まだしもお金で解決できるわけですよ。まあ、かなりハードルは高いんですけども、その情報を盗むなって言われたら、はい分かりました、お金で買いますって言えばなんとかなるわけでして、大企業、国営企業への補助金やめろって言われたら、あやめますって言って、まあ、それはな裏から回しゃいいわけだって、メンツは潰れますけども、でも金で解決できる範囲のことを今要求されてるわけなんですね。
でこれがですね、ウォーレンさんになるとこれは完全に解決できない、共産党の統治自体をやめろって言われるわけですから、まあそんな露骨には言いませんけど、まあウォーレンさんのお腹の中にはそれ、そういう考えが詰まってるわけですね。これはもう対処のしようがないわけです。でペンスさんは政治家ですから、まだ政治的に妥協の余地があるわけですね。だからどうでしょうね、ウォーレンさんっていうのはあれできますけども、その理念できますけども、まあ現実には弱い、現実のまあネゴシエーションとかそういうのは弱いだろうと見えるわけですね。でペンさんは理念でも来ますけども、現実のこう駆け引きでも来ますし、この方の場合、もしかしたら軍事衝突が一番起こりそうな、3人の中では一番軍事衝突をやりそうな、例えば頻繁に南シナ海にアメリカの軍艦を航行させて、中国が領海だと言っているところをガン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 通せると、そのうち軍事衝突が起きるかもしれない。で中国が一番避けたいのはこれなんですね。だからペンス・ウォーレンっていうのは嫌なんですよ、中国が。トランプ一番マシなんですよ。だからトランプさんが大統領でいられるように、今度の選挙があればそういう介入をしてくるのかなというふうに思えましたね、この近藤大輔さんの記事を読んでると。非常にだから私にとっては興味深い記事で、中国にとって誰が大統領でいてくれた方がいいかというのを書いてまして、中国から見て怖い順に並べたらペンス、ウォーレン、トランプって、トランプ一番マシやんという世界ですね。はい、近藤さん非常に面白い記事をありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。